シオラパルクもしくはヒューラパルクはグリーンランド北部のアバンナータ自治体のカーナーク地区にある集落。グリーンランド最北端の集落であるとともに人が暮らす世界最北の場所の一つである。人口は43人。村民は極地、イヌイットの言葉であるイヌクトゥン語とともにカラーリット語を使用する。村民の多くは1880年頃にカナダ領の地域から スミス海峡を渡ってきたカナダイヌイットの子孫であるシリパループカンガールーアの北岸に位置するカーナークまでは約5 0トル、北極点までは1 3 6 2トルの距離であるシリパルークという地名は英語でリトルサンドに相当する語で集落の前面に広がる小さな砂浜を示している住民は主に捕鯨、アザラシ漁に従事している 漁業は限られたものであり、住民は家庭内の生産品によって生活をしている。店舗や学校、公共事業のほか、ある程度は観光によって雇用が生み出されている。店舗県郵便局。グリーンランドの国有企業である内が運営している。集落の砂浜漁船シオラパルクには発電所がある。上下水道システムはなく、飲用水は夏季には小川から。 陶器には氷を溶かして得られる。ゴミはゴミ捨て場に集積され定期的に燃やされるがゴミや死料の処理は大きな問題である。テレグリーンランドが優先の電信電話サービスを提供している。また、ラジオやテレビの衛星放送が視聴可能である。集落の店舗と郵便局は同じ建物に同居している。集落には集落事務所看護ステーションや 集会場としても使用されるサービスハウス共同シャワー施設、共同ランドリーなどもある。集落には公的な宿泊施設は存在しないが、民家に宿泊したり、テントを張ることが可能である。2006年に集落には学校イーバップアッチアーフィアが設立された。学校は礼拝堂及び小さな図書館と同じ建物に入居している。医療施設はないが、 定期的に内海と視界が巡回に来る。集落の北にシオラパルクヘリポートがあり、エアグリーンランドが通年運営している。中ュレ空軍基地経由でカーナーク空港とサビッシシビクヘリポート便を運航している。週2便の運航でグリーンランド政府から補助金を受けている。空軍基地の乗り換えではデンマーク外務省からアクセス制限がかけられることがある。当季には 犬ぞりやスノーモービルが輸送手段に加わる。7月から9月にかけては船が集落に接近できるが集落には港湾施設がないため浜で荷下ろしや荷積みが行われる。近年では2006年に93人と最大の人口を要したがその後減少を続けている。住民の数が今後数年間のうちに増えることは予想されておらず行政は 再開発、建て替えによる集落の維持を図っている。シオラパルク一帯は、狩猟に適しており、集落周辺の断崖はヒメウミスズメや、ハシブトウミガラスの繁殖地として機能している。北極ギツネや、北極ウサギ、それに、多くのアザラシや、セイウチも生息する。日本の冒険家、植村直樹は、 1972年から1973年にかけてこの村に滞在し、エスキモーと共同生活し、駆手量や犬ぞり技術を得た。上村から半年遅れてこの村を訪れた大島育夫は、当地で定住して、漁師として生活しているがある。このほか、山崎鉄州、小木田広常、角、畑田助といった日本の局地探検家も当地を 探検業の拠点としており、その著作に村の状況が記される。ありがとうございます。